皆さんこんにちは、ブピブピです。今日はこの熊耳のボンネット、なんだろう、カチューシャ、なんていうんだろうな、これは、こういうのを作ってみました。で、結構寒くなってきたので、耳当てとお帽子、ね、嫌がる小さいお子さんとかでもあったかく可愛く使っていただけるかなと思います。このサイズは、1歳前の赤ちゃんサイズなんですけど、とっても簡単な編み方なので、ご紹介する目数とか段数を少なくしたり多くしたりして、お好みのサイズにカスタマイズできるかなと思います。よかったら作ってみてください。では材料を紹介します。セリアで購入した憧れグラデーション、色番が4番、アクリル 70% ポリエステル 30%、 使用かぎ針が8-15となっています。で、かぎ針が8号、糸切りバサミととじ針をご用意ください。では編んでいきます。小指で糸を持って、指の裏、手の甲を通って、お兄さん指とお父さん指で糸を押さえます。で、糸の後ろから針を当てて、左回りで1回転。そしたら、こっちから針に糸をかけて、作り目をします。こっから鎖編みを編みます。60目ですね。60目鎖編みを編んだら、こっから5回鎖編みを編みます。1、2、3、4、5。そしたら鎖編みにで立ち上がって、5回鎖編みを編んだ5回目にはこの鎖編みにで立ち上がった、中長編みの立ち上がりが入っているので、鎖編みの4目目、1、2、3、4目目に中長編み、もう1回中長編み、中長編み、中長編み、はい、これで鎖編み2で立ち上がった立ち上がりの目を入れて、1、2、3、4、5、立ち上がりを入れて中長編みが5回編みました。そしたらまた鎖編みに立ち上がってひっくり返します。そしたら増し目をしていくので、立ち上がったところに中長編み、中長編み、前の段で立ち上がっ
鎖編み2で立ち上がった鎖編みの頭にも中長編みを入れます。これで立ち上がり入れて 1,2,3,4,5,6 目になったと思います。はい。でまた鎖編み2で立ち上がって中長編みを1目ずつ入れていきます。斜め立ち上がった目に中長編みを入れるときちょっときつい感じがすると思うんですけど、鎖編みの頭に方がね、ちょっときついんですけど針を入れていきます。だんだん太くなってきました。これが15になるまで、これが1ね、1ひっくり返して根元に2、3、4、5、6、7、8、9、10、こんな感じで15になるまで増し目をしてみてください。はい、15段になりました。そしたら鎖編み2で立ち上がって、ここの根元に入れて増し目をしてたんですけど、この立ち上がりも中長編み1とカウントして、根元には中長編みはもう入れないです。隣の目に、こんな感じで6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18
8回編みました。15段を8回、そしたらこっから減らし目をしてまたこうなるようにします。減らし目の仕方はとっても簡単で、鎖編み2で立ち上がったらこれを一目とカウントして2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、前の段で立ち上がった鎖編みの2目めの頭に編み入れないだけです。簡単。またこうやってひたすら編みます。5、ここと同じように5になるまで減らし目をして編んでみてください。はい、こんな感じで編めました。で、こっち側で始まって多分こっち側で終わってると思います。こっち側で終わっちゃった人はもう一回編んで、こっち側で同じ方で終わるようにしてみてください。で、こっから、鎖編み60目。伝わりますかね？これ色が、毛糸がグラデーションだから、勝手にこうグラデーションになってるんですよ。かわいい。かわいいですよね。はい。ここから60目、鎖編み編みます。これで本体の完成です。早い。もっとこの顎の下までこれを持ってきたいっていうのがあれば、この15の増し目なしの8段を18段とか20段とかにすればボンネットになると。ボンネットっていうのはこれなんだろう。耳ぐらい、顎下は紐でって、紐でも、ね、耳上耳ぐらいでいいよって人はこのサイズでいいんじゃないかな。まあ赤ちゃんのね、頭の大きさに合わせて作ってみてください。じゃあここに最後に耳を、あ、いや、すごい。耳を。耳をつけようと思います。はい。お母さん指に、1回、2回、3回糸を巻きつけたら、糸の下を針が通って、一番奥の針を手前に持ってきます。輪を崩さないように押さえたら、左手の小指で糸を握って手の甲を通って輪を押さえます。で、一回。これが作り目です。
鎖編み1で立ち上がったら、輪の中に細編みを、なんか倒れた。細編みを6回編みます。4、5、6。そしたら、これちょっとふわふわしててね、輪で編むのがあんまり輪向きじゃない糸なんですけど、糸の先端を引っ張って動いた方の糸を先に引っ張って輪の中心を引き締めます。引き締まんないんですよこれ。はい、チギチギチギとか糸がちょっとねモコモコしたところがちぎれちゃうけど気にしません。1、2、3、4、5、6。見えない、見えないよね。ここだ。細編みの頭に引き抜いて1段目の完成。そしたらこれを倍にします。一つの目に2個細編みを入れて、6目だったのを12目にします。今日は風が強いのかな？はい、1、2、ここ見える。12、はい12。そしたらもう増し目なしで、あと3段ぐらい。12目で3段ぐらい編みます。こんな感じ、こんな感じです、はい、これをもう一個編みます。はい、2個編めました。糸はね、本体とくっつけるように少し長めにカットしてください。糸をこう抜いて、本体のこの結び目が前に来てる方が顔周りになるので、耳が、まあ、顔周りに近い方が可愛い気がするので、半分に折って、この辺が真ん中でしょ。あ、この目が真ん中なのかな。そしたら頭あるかな、この辺この辺にくっつけます。好きなとこにくっつけてください。なんか仮止めとかね、したい人はした方がくっつけやすいかな。ちょっとバランス見ながらね。こんな感じですか？
要はね、取れなきゃいいのでね。どうでしょうか。ちょっと針をくぐらせてカットします。反対側もこの辺にずれちゃうとね、あれだけど、真ん中心からの2つの耳の距離が同じぐらいであれば、ここでもここでもここでもどこでも可愛いと思うので、決めた中心からまあこんぐらい離れたので、こっちもこの辺につけたいと思います。はい、こんな感じで2つ装着できました。ちょっとこれだと雰囲気が伝わらないかなと思うので、じゃじゃん、お猿さんにつけてみてもかわいい、こういう感じでねこういう感じになります。ワンちゃんとかにもいいんじゃないでしょうか。もしワンちゃん嫌がらなければ、土台は一緒で、こういうのもね作ってみたんです。何かわかるでしょうか。これが何かわかった方はコメント欄で教えてください。クマちゃんのなんて言うんだろうな、これはボンネットって言っていいのかな。ボンネット毛糸がね、ぬいぐるみみたいで、柔らかくてふわふわでとっても可愛いんですけど、赤ちゃんのね肌にもっと優しい糸がいいなっていう方はコットンで編んでみたり、その時その時でいろいろ変えて、例えばこれも6と12で作ったんですけど、6、12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 、
こう6、12じゃなくて4、6、8、10ってちょっとずつちょっとずつ増し目すると三角になって猫さんにもなるだろうし、あのアレンジできると思うので、よかったら作ってみてください。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。